香川町警察署は、神奈川県警察が管轄する警察署の一つ。横浜市警察ブレーカー、第一方面に属する神奈川県警察県政序列、第一位の筆頭警察署であり、県下で最も歴史の古い警察署の一つである。識別証所,所属表示は A。当初管轄区域内は、神奈川県庁をはじめ横浜市役所、中区役所、横浜地方裁判所、 横浜地方検察庁や警察本部を含む多くの観光庁舎及び企業ビルディングが立ち並ぶ日本有数のオフィス街である一方横浜スタジアムや横浜中華街山下公園元町商店街などの遊興観光スポットの一面も見せる管轄範囲は狭く館内居住人口は喧嘩各所に比べて少ないものの労働人口及び 観光客等の来訪により昼間帯の人口過密が、著しい、国際都市、横浜の中心部の治安を担っている。中華街、朝日門近くにある山下町交番は、県下でも、屈指の繁忙交番である。管轄区域周辺ではしばしば各種デモ行進、パレード、国際マラソンや、花火大会等の大規模警備実施事案が、発生するため、当初には、 警備部直轄警察隊が配備されている。他の神奈川県警察施設として、当初管内には刑事部科学捜査研究所が存在する。庁舎は横浜中華街の中心に立つ。現庁舎は1926年に横浜生まれの建築家、貝塚義カによって建設された旧庁舎のデザインを復元し、新築されている。なお、警察署名の 加賀町は1879年から1899年の間外国人居留地に設けられた町名であり、地名としては現存しない。最寄り駅 JR 京浜東北、根岸線石川町駅、横浜高速鉄道港未来線日本大通り駅。ありがとうございます。